ソフトバンク寺原隼人投手、34外8化、福岡市内の球団事務所で契約交渉に臨み、約15%ダウンとなる4500万円で公開した。今季は不本意な成績に終わったもっと試合数投げたかった。もう一度、しっかり体を作って衰えない球を投げたい。今季は24試合に登板し、1勝2敗、防御率4.25。 2年連続のダウン公開に、プロ野球は次の年に頑張ったら、年俸は上がるので、チャンスをもらったと思ってそこにかけたい。来期プロ17年目を迎えるベテラン右腕は雪辱を誓った。金額は推定。